はい、どうも皆様おはようございます。こちらシドニー2日目の朝でございます。ただいま時刻10時でございます。まあ特にこれといって今日はやることもないので、さてどうしようかなと思っているんですが、まあシドニーといえばね、まああれはあれを見たいというかですね、今日はあれを見に来ているようなものなので、まずね早速そちらの方にね向かいたいと思います。で、朝ごはんはねどうしようかな。もう正直言うと、昨日飲みすぎで飛行機の中で食べ過ぎで、もうあんまりね食欲ないので、とりあえずそちらの方に行ってから飯をどうするか考えたいと思います。なんかああいう感じで、なんかスタンドとかで食べているんだね。なるほど、洒落てるな。しかしこうしてるのもね、気温めちゃくちゃいいですね。涼しくもあり、日の元に出るとなんか、まあ、ちょっと暑いかなって感じはするんですけど、すごくね快適でいいですね。日本のあの布団の湿度高い、あの夏のねじめっとした感じは全くなくて過ごしやすいです。この電車ね、そっちの方に行きましょうかね。おそらくこちらシドニーの普通の平日だと思いますので、多分皆さんお上手ってのはされてるんじゃないでしょうかね。あちらまでクラーク機域に乗っていきたいと思います。シドニーのね、路面電車でタッチ決済、まあ、オパールカードかビザタッチ、マスターカード、あとアメリカンエクスプレスのタッチ決済対応してるんですけども、最初に、ね、タップしてからじゃ乗っちゃいけないので、ちゃんとタップしてくださいっていうのと、降りるときもなんかタップしないと割引がなんか効かなくなるみたいなこと言ってたんで、まあ、降りるときと出るときにちゃんと、ね、タップしないといけない模様です。まあ、それとね、僕今日 Apple Pay で過ごしてるというか全部決済してるんですけども、正直言うと現金使うこと全くないですね。それとあとね、 Apple Pay すごい優秀なんですけども、ロケーション勝手に判断して、なんだろうな、オパールカードの代わりになるようにエクスプレスカードの設定勝手に Apple Pay がやってくれてるんですよ。なのでダブルクリックしてサイドボタンを、それでなんかカードを出して決済するっていうわけではなくて、 Suica と同じような感じでタッチ決済が使えるので、めちゃくちゃ便利ですね。This stop is Circular Quay. This service terminates at Circular Quay. A light for Sydney Opera House and the Rocks.で、終点到着しました。ここのね、何駅だっけな、サーキュラー駅って言うんだっけな、サーキュラー駅のね最寄り駅はですね、有名なオペラハウスがある最寄りの駅となっておりますので、早速ね行きたいと思います。もうシドニーに来た目的で、もうそれを今日見に来ただけでございますので、1つ目のね目的達成したいと思います。いやー、本当に快適快適。もあの橋もなんか有名な橋らしいですよね。おー、なんかもう変電が見えてきたぞ。ああ、見えた、見えた、見えた。ということはだ、こっちじゃないってことの、向こう側に行かないとダメなのか。おー、これが有名なオペラハウスね。なるほど。なんだろうな、もうちょっとあれかなと思ったんだけど、意外とこじんまりしてるかもとでかいと思ってたんですけどね。橋はもうあれね、こっちから見た方が綺麗ですね。いきなり現れましたね、オペラハウス。あ、ここまでもすっごいいい場所だね、なんか。開放的だし、広いし。しかも、あっちの橋をバックにして、ロケーション抜群にいいんだね、ここね。ただこのオペラハウスなんですけど、結局これは何をやるところなんですかね。オペラ見るところなのかしら。
これでね、見たかったオペラハウスの見学終わりでございます。まあ、中にはなんかでも入れなさそうなので、まあ、外見でしか見れないんですけども、まあ、場所的にはすごくいい場所なので、のんびりするにはめちゃくちゃいいとこかもしれないですね。まあ、僕もね、予想以上に、ね、リラックスできてね、本当にね、良かったですね。はい、今ね、また逆の方に戻ってきたんですけども、この辺のね、飯屋さん、いろいろね、おしゃんなね、飯屋さんたくさんあるんですけど、ランチで大体ね、24ドルからだそうです。24ドルって日本円で言うと2500円ぐらい、もうちょっといくかな、2600円ぐらい、税金とか入れると。ここでね、生活で僕できないっすね、ほんとね。そう考えると日本の吉牛とか天野とかでも神よね、神。24ドルか。でもあれだもんね、24ドル払ったとえ、多分ね、日本で飯食った方がうまいような気がするんだよな。ということで、飯はこの辺じゃなくて、ちょっとまた市内に戻って安そうなとこ探して入りたいと思います。いやー、金使いますね、この国ね。フェリーね、いいんですけどね、僕ね、そういうの得意じゃないのでやめときます。ここね、春先のシドニーなんですけども、まあ、くそ暑いですね、本当に。どこにでもブルドーミルポーキーですかね、もう花嫁さんの写真。しかし、あっちーな。はい、ということで、はい、この辺のね、散策はそろそろ終わりかなと思います。じゃあまたね、飯を食べに市街の方にね、また戻りたいと思います。ちょっとあちらにあるですね、ちょっと見えてるかな、あっちにあるコーヒーショップで、アイスコーヒー買ったんですけども、いやー、なんと驚異の8ドル、800円でございます。まあ、なんだろうな、観光地価格っていうのは多分あるとは思うんですよね。多分スタバだと多分5ドルぐらいで買えるとは思うんですけど、いやー、驚異の8ドルですね。これはね、ほんとね、こんなところに住んでたらね、まあ1ヶ月もすれば簡単に破産しちゃいますね。いや、マジでね、めっちゃ高いですね、物価ね。日本がね、俺神に見えてきますよ、本当に。そりゃね、インバウンドでね、外人から来たくなりますよ、本当に。感覚的に半額のもの買えますからね。いやー、でもね、改めてね、海外出て思いますね、日本いい国よ、本当に。またね、日本回りたいんですけどね、今人が多くてね、なかなか回りにくいんで、ちょっと今国内やめてるんですけど、やっぱね、日本はね、いい国でございます。いや、今このトラムみたいに乗ってるんですけども、見えてるかな、後ろのおじいちゃんにですね、これ何行きたいって聞かれてね、ごめんなさいって言ったら、あ、ここで働いてる人じゃないのねって言われて、こんな人が働いてるわけないでしょうにみたいな感じで、このトラムの職員と、ね、勘違いされてしまいましたということで、相変わらずですね、また空気になってますね。 This stop is Chinatown. はい、チャイナタウンやってまいりましたが、右も左も分からずで、どっちが中央というか真ん中なのかもよく分からん状況なんですけども、どっち行けんだろう。チャイナタウンっぽくないね、チャイナタウンしてなくて、そういうなんかね、洒落た街って感じするな、なんかバンクーバーのガスタウンっぽい感じもするの。いやー、いらっしゃいますね、どこにでも。ああいう方ね。これなのかな、これっぽいぞ。見つけました、チャイナタウン。きっとこれがそうでしょう。それで、あの門をくぐりまして、今このチャイナタウンだと思うところを歩いてるんですけど、あれね、なんかあんまチャイナタウンしてないもんね。なるほど、なかなか小さいね、街が。うわ、たっけー、麻婆豆腐で19ドル、高いね。
まあ、まだ時間はゆっくりありますんで、まあ、適当に店を探せればいいんですけど、ただ高いは高いね、どこ行ってもね。さて、なんとなくオシャンなパスタ屋さんに入ったんですけども、なんか QR コードでオーダーする方式っぽいんですけど、なんかね、SNS のなんか受け取りがね、なんかオーストラリア来てから全然できてなくて、なんかそれでちょっとオーダーできなくて、なんか最終的になんかその端末の本人認証で SMS 飛んで、それで初めてなんかオーダーができるっぽいんですけど、なんか全然 SMS は受け取れなくて、ちょっとなんか今不便な感じですね。めちゃくちゃうまいね。いっぱいあります。うまいです。はい、こちらのパスタ屋さんで、パスタ屋さんってなイタリア料理屋さんみたいな感じでしたかね、の方で、シドニーに来て多分初めてまともな飯食いました。まあ、めちゃくちゃうまかったですね。もうトマトパスタ頼んだんですけど、トマトトマトしててめちゃくちゃ良かったです。ただお値段がね、20ドル2000円ぐらいダメですね。はい、はい、じゃあとりあえず飯食って落ち着いたんで、少し街中プラプラしたいと思います。まあ、シドニーはいい街ですけど、生活するにはいいかもしれないけど、なんか遊びに来るにはちょっとね、退屈かも知れませんね。まあでもまあ治安もいいし安全な街ですね、本当ね。まあ昨日夜歩きましたけど、まあ大丈夫だったんで、アメリカとかと比べると全然ね、安心ですよね。安心安全ですね。シドニーも坂多いよね、なんかちょっと外れるとな、坂なのよね、坂。さっきまで夏のような天候だったんですけど、急に寒くなってきたんで、ちょっと一枚引っ掛けたいと思います。あー、なんかこの気候的にはやっぱまだまだあれだね、なんか春先っていうか秋口っぽい感じの天気ですね。天気というか寒さっていうのかな。あれか、セントメアリー大聖堂って、あ、銅像多いよね、なんかね。あっちにもあったりとか、あ、ちょっと逆で見えてるか分かんないですけど、このエクスプレスウォークウェイってなんだろう、ちょっと行ってみるかな。急に暑くなってきたな。なんだろう、日が照ってるところは暑くて、日陰のところが寒いって感じかな。なんか長野とか山梨とかと、なんとなく気候の雰囲気が似てますね。でもってこれは中見れるのかな、この大聖堂は。入れる、入れそうな気がする。はい、今後ろのね、セントメアリー大聖堂ですか、まあ、行ってきたんですけど、なかなかやっぱすごいですね。なんか涙流しながらお祈りしてる人とか、ひざまつきながらお祈りされてる方とか、なんかよく見るその欧米の教会のシーンっていうんですかね、結構なんかびっくりっていう感じですね。ちなみにこちら多分外観は多分写真とかビデオ撮っても大丈夫だと思うんですけど、中は写真とか、まあ、スマホダメよって、まあ、スマホの撮影とかもダメよって書いてあったんで、まあ、誰もパシャパシャしてる人はいなかったんですけども、まあ、1人ぐらいいたかなまあなんですけど、原則は撮影は多分禁止だと思います。で、中はもうすごいですね。ステンドグラスも綺麗だし、まあ多分飾ってある絵とかも結構ね、
それなりに価値のある、まあ、絵なんでしょうけど、まあ、僕ちょっとその辺は額がないのでちょっとよくわからなかったんですけども、まあ、なかなかねこう荘厳な雰囲気のある、まあ、いい教会なんじゃないかなと思いましたね。はい。しかし今日は平日なのに人多いな。お仕事はどうされてるんですかね。下調べしてないからね、今回古いのかって。まあでもな、オーストラリア来るならな、もうちょっと田舎の方とか行った方が面白いんだろうな、きっとな。はい、ということでシティホール周辺にまた戻ってまいりましたが、まあ意外とシドニーのね市街地はそんなに広くはないですね。まあ、こんなもんで市内観光は終わりかしらね。だいたい今の時間がちょうど14時30分ぐらいなんですけども、一通りなんか回れちゃったかなって感じですかね。なんかまたちょっとね一休みしたいと思います。今ですねちょっとこの辺歩いてたんで、明日の電車何番線かなと思って確認してたんですけど、ちょうどねなんか工事中らしくて、昨日と同様ですね、あのシティホールまでは、ね、空港行きの電車で通ってないそうです。始発がどうもセントラル駅になっちゃうみたいなことが書いてあったんで、めんどくせえな、明日どうしようかな、もうタクシーで行っちゃおうかな、なんか荷物もあるし、タクシーだと3、4000円ぐらいかかると思うんですけど、もうめんどくさいね、ついてない時に来ちゃったら、なんか空港電車使うのが一番いいんだけどな。はい、本日1杯目の利用でございます。やっぱ昼からのミルク最高ね。もうこちらのバーで、まあ、ビール1杯ぐらいですね飲ませてもらいましたというところです。さてということで、ビール飲んだらいつも通りのペースになってまいりましたね。やっぱビールね飲むとね、まあ、ビールだけじゃないですけど酒飲むとやっぱり、いやなんかいい感じになりますよねやっぱね。では今4時過ぎぐらいなんですけども、一旦宿に戻って、ちょっと明日も朝じゃないな、昼ぐらいにはもうここ出ないといけないので、ちょっと荷物整理してまた夜の街に出歩きたいと思います。はい、ただいまですね、ここオーストラリアシドニーは19時を回ったところでございます。まあいい感じの雰囲気になってきましたね。ちょうど昨日着いた頃ぐらいかな、ホテルにこのくらいの時間に着いたっていう感じですね。電車が、まあ、動いてなくて、いきなりバスに乗れと言われ、おいおいおいと思って結構、ね、パクパクしながらここに着いたんですけども、まあ、1日経ってみるとね、もういろいろ分かることも多くなってきたので、まあ、よかったんですが、電車明日も相変わらずですね、ここのシティホールからですね、あの出てないらしくて、まあ、セントラル駅からしか空港電車出てないっぽいので、まあ明日セントラル駅に、ね、移動してからの移動になるとは思うんですけども、まあ、今日最後のシドニーの夜ですが、どこでフィニッシュを飾ろうかなと今考えております。もう正直言うとがっつり系はもういいので、まあ、適当にお酒飲んで適当に飯食べて今日はね終わりたいというふうに思っております。この音はどっから立ってるんだろう。結局あれだね、あんまり逆の方行ってもお店は少なかったので、こっち側に来るのが一番いいんでしょうねきっとね。あー、ここいいかもしんないな。最後にバーのマドリアの隅っこの席で、いっぱい引っ掛けております。これで最終日夜になります。あっという間でしたね。
このね、ハーンっていう銘柄のシドニーのビールらしいんですけども、これは美味しいですね。なんかこっちの方もシドニーのビールが、シドニーのオーストラリアのビールらしいんですけど、オーストラリアなかなかビール美味しいですね。はい、ここシドニーでの、ね、最後のご飯が終わりました。いやシドニービールうまいっすね。なんか結構クイックいっちゃいますね。ただねバーが量多すぎ、もうお腹いっぱいで吐き切れそうです。そして明日なんですけども、15時のフライトなんですが、まあなんだかんだでね飛行機前準備というか、なんか少しね早めの行動しておかないとね、間に合わなくなると大変なことになりますので、ここ市街地を11時ぐらいにね出発するような形で空港の方にね向かえればいいかなと思います。まあ、チェックインは多分3時間前なんで、12時ぐらいからできると思うので、まあ、その時間でチェックインして、でラウンジとかですね、空港の中のなんか、ここシドニーの空港もねアメックスのラウンジがあるようなので、僕はアメックスのかと思っておりますので、アメックスのラウンジと、あとはそうですね、帰りもスターラ系の、まあ、シンガポールエアで帰るので、まあその辺のラウンジとかね行ければいいんじゃないのかなと思っております。ただシドニーって夜も人いっぱいいるので、結構活気があって夜の方がなんか面白いですね。はい、ということでね、今回のシドニーの、滞在、2日目の夜最終日でございます。酒飲んでね、そのままホテルでもうそのまま寝ちゃおうかなと思ったんですけども、まあ、フランス見て、まあ、それで締めて今日はね終わりにしたいと思います。そして明日はですね、15時の便でここ、オーストラリアシドニーの方を立つ予定となっております。まあ、ただ、まあ、昼間とかね特にやることもないので、まあ、11時ぐらいにはですね電車に乗って、まあ、空港の方に向かえればいいんじゃないかなと思います。それではね、一旦この辺りで動画の方は失礼させていただきたいと思います。この動画が面白かった、役に立ったと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価いただけますとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いできればと思います。さよなら。